は、クライミッツジャパンの広瀬です。クライ本部、ニューヨークのクライ本部、リオプラス20非公式会合2日目が今、たった今、先ほど終わりました。で、なんと、今日はあの市民社会の動きがあったのが一番の個人的なあの印象的なお話で、まず朝、ユースのミーティングが、8時頃にありまして、初めてこの会議でユースとして集まって、まあ、人数としては5、6名の規模だったんですけど、こう、まあ、一歩こうユースとしてこの2週間何をすべきかという話し合いができたのが一つの成果だったのかなと思っています。であとはあの NGO の会合が夜に、ありました。でそこでもこう、まあ、NGO としてもっとあのアウトプットを出していこうというようなこう世界中各国の NGO が集まって、話し合いができてコミットメントが深まって、まあ、そこでまたこう国際会議ならではのこういった雰囲気というのだったりできてきたのかなと思っています。で交渉に関しては今日は僕はあのドラフトの5つセクションがある中の 1,2,4 の方のワーキンググループの方に、出てきました。で IFSD が論点なんですが、まあ、一言で言えばすごいスローな交渉で、あのもう長くて20分ぐらいの沈黙があるぐらいの、交渉でした。まあ、その20分間こう議長が、その場でドラフトを直してそれをまた代表団が見てコメントをしていく、そういったやり取りで交渉が進んでいたんですが、まあ、論点としては、まあ、一つあったのはパラグラフ2つ目なんですが、持続可能な発展にはその人というのが中心であるべきだ、まあ、その人という中心なコンセプトあるんですけど、それをどういう文章で組み立てていくかというところで各国 の, あのちょっとしたこうすれ違いというのがあったのかなという印象を受けています。それがすごい朝あのかなりご議論になっていて、明日からまたその続きをするということで、また明日報告をさせていただきます。以上です。